今日の題材は不等式の証明ですね。難関大入試演習というふうにさせていただきましたけど、出典は分かりません。不等式の証明ですね。X と Y が、0から1までの整数の時に、以下の分数式の不等式を示せってことですね。まあ分母を払ってやるのが成功法なんでしょうけども、分数関数 1-X 分の1とかを考えて処理をするか、もしくは、絶対不等式の利用ですね。どの項もプラスの値になるので、x、y が0から1という条件のもとで、整実数になるので、まあ、相加相乗平均の関係が使えますね。まあ、使ってみた結果うまくいくということで、まあ、証明になるかなと思うんですけど、まあ、うまくいかなかった時にはちょっと別の方法を考えざるを得ないですけど、まあ、うまく、いきます。まあ、それを見ていきましょう。XY は、0から1ですね。そうすると 1-X の2乗も 1-Y の2乗も正の値を取ります。したがって 1-X の2乗分の1とか 1-Y の2乗分の1は正ということになりますね。まあ、それで、左辺この式に、相加相乗平均を使ってあげます。そうするとこういう形になりますね。ルートを中に入れていくと、ルートカッコ 1-X の2乗 1-Y の2乗分の2ですね。でこの中を計算するとここですね、1-x の2乗と 1-y の2乗を展開すると 1-x の2乗マイナス y の2乗プラス x の2乗 y の2乗というふうになります。で今 x の2乗マイナス y の2乗のところを、まあ、この形に変えたんですよね。この部分とこの部分の評価なので、こことここの評価なので xy の式に、まあ、うまくできますね。この x の2乗たす y の2乗が、2xy 以上だっていうことを使うと、これをまあここの中に入れてあげるとこんな風になりますね。 1-2xy プラス x の2乗を y の2乗という風に、まあ、うまく変形することができます。 1-xy の2乗という風に、平方完成ができます。したがって逆数を取るとこの不等号が向き逆になりますね。つまりルート取って 1-x の2乗をかける 1-y の2乗のルート取ったものはこうですね。 1-xy の2乗っていうふうにかけるけど、ひっくり返すとルート1-x の2乗かける 1-y の2乗のルート取ったもの分の1はルート 1-xy の2乗分の1という形になって、これちょうど 1-xy 分の1になりますね。したがってまあちょうどねここの部分にこれを当てはめてあげるとこういうふうになります。ということですね。これで証明が終わるという形になります。統合成立条件は、こことここが一致するときなので、ここが等しいときなので、1-x の2乗分の1イコール 1-y の2乗分の1逆数取って、x イコール y と出てきます。したがって統合成立のときは x イコール y のときですね。はい、ということで、まあ全然ね、解説を見れば簡単な問題なんですけど、まあ、相加相乗平均を使わないとすると分母払ってもうまくできるので、まあ、是非やってみてください。ちょっとね式は大変になりますけど、まあ、なんとかねできると思いますんで、通常の方法でも是非試してみてください。
はい、今回の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。